皆様いかがお過ごしでしょうか。 EOS R5 を買われる方はね、非常に今夢を膨らませながらね、あれを買ってあれを取ってみたいな感じで考えられている方も多いんじゃないでしょうか。そろそろ7月も中旬に入りましたので、発売日の発表がね、いつ行われてもおかしくない時期に差し掛かっているんじゃないでしょうか。そうするとね、もう本格的にレンズどうしようかなって思われる方もすごくね増えているんじゃないかなと思います。そんな動画です。本編どうぞ。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。さて本日なんですけれども、キャノン EOS R5 の発売に伴って RF レンズが高騰してますよというお話です。やはりね、カメラを買ったらレンズが欲しくなるのが人間なんじゃないでしょうか。もしくはね、新しくマウントを組む方はこれが必須になってくる部分があるので、どっちにしろねレンズっていうのは売れていくものなんですけれども、このね、おそらくコロナ時期によるこの生産体制、これをね、起因としたところでレンズすごく値上がりしているんですね。そんな中で価格 .com で購入価格っていうのはどれぐらい高騰しているか、そんな感じで皆さんで一緒に見ていきましょうという動画になります。でね、この価格 .com はいろんなお店が登録しているので、まあ、もう Amazon まではいかないんですけれども、結構ねなんか怪しいお店とかもあるみたいな、そんな話を聞くところなので、皆さん一応ねちゃんと注意をしていただきたいなと思います。で、僕がね何があっても絶対に避けようと思っているのは QOO10 っていうのかな、 QOO10 っていうお店があるんですけど、じゃあね、そこで僕はExcelの偽物を購入してしまったことがありまして、で、まあそういう経緯もあり、あんまり買わないようにしてます。まあね、他の店だったら大丈夫かっていうとそうでもなくて、 Amazon でも一回オフィスのね偽物を買っちゃって、でこうシリアルナンバーとかっていうのはね、ハードディスクとかと抱き合わせて売られてるような商品で、一回登録すると他のパソコンで使えなくなっちゃうようなね、そんなものだったんですよ。他のパソコンにインストールをしようとして、でインストールがどうしてもできなかったんで、マイクロソフトにお電話でお問い合わせをしたら、これは有効ではないパスコードですみたいな風に出て、で、まあ、結局その電話口のお姉さん的には偽物なんじゃないでしょうかということで、Amazon にお問い合わせをしまして、で結果返金をしてもらったみたいなことがあったんで、まあ、全体的にね、もう怪しい店っていうのはすごくネットショッピングでは増えつつあるというところがあるので、皆さんね、どこに買うにせよ、例えばヨドバシカメラとかビッグカメラとかであれば間違いないと思うんですけれども、偽物のフィッシングサイトみたいなのもあると思うので、買う時には必ず URL アドレスですね、これがなんか怪しいアドレスになってないかっていうのを必ずチェックして購入をするようにしてみてください。というわけで価格 .com 見ていきましょう。はい、では価格コムの画面を見ていきましょう。いろいろね RF のレンズも出ているんですけれども、まあ、今回ね、まあ、僕が買いたいなとか思うようなものを挙げていきたいかなと思います。まずねこれですよね、 RF24-70mmF2.8L のレンズ。このレンズが高くなっているのかどうなっているのか、それはね、この価格推移グラフを見るとわかるんですよね。こんな感じみたいです。この赤いのがね、一番安い価格なんですけれども、でんでんでん、ここでギューンと上がってるんですよね。27万円になっちゃいましたね。あー、すごい上がり方ですね。これはちょっと驚きましたね。まあ、この9日に発表されたわけなんですけれども、それからしばらくしてドーンと3万円ぐらい値段が上がってますね。このレンズね、非常にいいレンズだと思うんで、僕もね使ってみたいレンズではあるんですけれども、上がっちゃってますね。次、これ 70-200mmF2.8 の第3元レンズ、これ見てみましょうか。
で価格推移グラフを見てみると、あ、これはそんなに変わらないというか全く変わってないということなので、このレンズに関しては本当にまだ発表前の価格で購入することができるということですね。まだ買っても悔しくないレンズ、まあいいレンズなんですよこれ、買っても悔しくないレンズになるんじゃないでしょうかね。じゃあ次、 50mmF1.2 ですね。28万8280円ということでね、どんな感じになっているかというと、すごいことになってますね。239,323円が28万円なんで、5万円近く上がってますね。うわー、これはすごいな。これは驚きですね。次行きましょう。これ RF28mm70mmF2 の新しい第三元レンズですね。 F2 同士のズームレンズとか夢なんですけれども、めちゃめちゃ大きいんですよね。これがどうなっているかと言いますと、この発表を境にはこれも上がっちゃってますね。3万円近く上がってますね。この高いレンズでもやっぱり影響が出てくるんですね。やっぱり EOS R5 のこの発表の威力でしょうね。次、これですよ、これ 85mmF1.2LUSM。 でこのレンズもどんな感じになっているかというと、こんな感じでジェットコースターのようにボーンと上がっちゃってるんですよね。この価格差結構やばいですよね。29万円ぐらいが3万円、4万円ぐらい上がってるような計算ですね。あー、でかいな。そしてもうちょっと高いレンズ、 85mm の F1.2LUSMDS ということでフィルターが入っているレンズですね。これの価格、これはね、変わってないですね。やっぱこれは高すぎるんでしょうね、レンズとして。なので、まああまり変化がないというところにとどまってるみたいですね。そして結構人気が出そうなこの RF2405mmF4 同士のレンズですね。これの価格推移を見ていくと、今は134,672円。これも顕著に上がってますね。117,900円だったのが今は130,000円ということで、17,000円ぐらい上がってんのかな。やっぱり EOS R5 のね、この登場のこのインパクトっていうのはでかかったんでしょうね。もうそこででは10万円ぐらいで買えてたのに、もう13万円、14万円ぐらい出さないと買えないっていう計算ですもんね。で、まあ、一番メジャーではないかと言われるこの 35mmF1.8 のマクロですね。このレンズとかどうなってるのかなというと、このレンズも値がちょっと上がってるんですね。しかもちょっとこれは EOS R5 の発表の前なので、もしかしたら在庫が先に尽きてしまったのかな。なるほどですね。まあこれをね、見ていただいて分かるように、大体のね RF レンズの値段が
非常に高くなっております。まだねこれから高騰していくことが予想されますんで、皆さん購入される方はぜひねお早めに購入をされることをお勧めいたします。もしかねもう待つのであれば待ってしまってもいいのかなとも思うんですけれども、このレンズの価格はいつになったら収まるかっていうのはね、8月にも EOS R6 の発売があるのでちょっとですね先行きがわからないです。なのでね、早めに購入する方が個人的にはいいんじゃないかなと思っております。いかがだったでしょうか。結構ね高騰しているもの高騰していないもの分かれると思いますし、今日の時点で高くなっていても明日安くなるかもしれないですし、ここら辺に関してはねもう本当商品と需要のバランス次第かなと思うんですけれども、多分ね安くなることっていうのはないんじゃないかなと、近々では思いますんで、皆さんね早めにご購入をお勧めしておきたいと思います。というわけでね本日のゆるフォト以上になります。皆様良いカメラライフを。では。